衣装はセクシーアイフランケンシュタインでございますではここでスチール撮影をさせていただきたいと思いますはいそれでは改めまして自己紹介をお願いしますどうぞはい3サイズは上から875986の G カップ高翔こと高崎翔子と申しますよろしくお願いします、はい 100センチのモッチリヒップ、尻職人こと倉持ゆかです。よろしくお願いいたします。はい、はい、いつもにかグラドル界の絶対的エースとなってしまった鈴木咲です。うん、よろしくお願いします。さあ、いつもだと、ゲストの方々とグラドル映画宣伝部なんですけど、はい、今回はグラドル映画宣伝部の皆さんがメインでございますんで。はい,はい。<ー> よろししくお願いしますということであのグラドル映画宣伝部の皆さんなんですが、うん、普段ははどんんな活動ししているんでしょうか、はい、私たちはポニーキャニオン映画部作品の宣伝を自分のブログやツイッターフェイスブックなどの SNS でグラドルファンに対してプロモーションをかけるインターネットプロモーターです。ははいグラドル映画宣伝部の部の員は SNS での定期的なネットプロモーションを職務とし私たちの武器であるこの養子を生かした企画で DVD やブルーレイ劇場公開作品の情報の拡散に努めますはい、エンターテインメント業界で働く一員として沈みがちな消費行動の促進グラドル界の活性化を図りたいと思っておりますなるほど、まあはい、宣伝マンとしてそのポニーキャニオンの映画作品を定期的に SNS でプロモーションしているということなんですけれどもはい、はい えー、そんなグラドル映画宣伝部なんですけど今回はなんと新メンバーが入りますねね2015年からさらに動員しましいたしまして、はい、より一層の PR に努めていただけることになりましたそれでは早速ご紹介しましょう本日より正式,正式加入ポニーキャニオングラドル映画宣伝部の新メンバー清水美里さんですどうぞ はい、ありがとうございます。では四人揃ったところで改めましてありがとうございますいただいてですね、はいはい、ではそのままの並びでまずはまずは新加入の渋谷さん、はい、いかがですかグラドルに、グラドル映画宣伝部に入ってみて えっと、ずっとこのグラドル映画宣伝部にずっと入りたかったのでこのお話をいただいた時は本当に嬉しかったです、はい、で私はあの日本大学芸術学部の映画学科演技コースを卒業しているのでその時に学んだ映画のことを活かしてこう頑張っていければなと思います、はい、でやっぱりグラドルの中ではこの映画宣伝部に入りたかった方もたくさんいると思いますので。うん 私もその方々の目標になれるように頑張りたいと思いますなるほどまね三人でね、ずっと活動してきましたよねはいで、あの一人入ってくるってどうですかチームワークはチームワークはですねいや、俺清水さんに聞いてるんですけどあれ喋らせてどうですか四人になってのどうぞどうぞバッチリですよねバッチリちょっと固いよどうですかあの二期生ですよね新人さんはどうですかなんか二期生って感じしないですなんか最初から言ったんじゃ もともと仲良しになったそうなんですかもともとお友達でなるほど、はい、そう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 清水さんねあのグラドル映画宣伝部ですから、はい、PR はねもちろんしなきゃいけませんなんかこう清水さんなりのなんか PR 方法とかありますかえっとそうですね、うん、私はあの大学の時に、はい、あの授業でその劇場の宣伝のプロデューサーの方がこう来て。 あのお話ししてくださる授業などがあったので<ー>そういった時に聞いた話を生かしてこう今から自分ができる宣伝っていう方法を考えて探してやっていきたいなと思います、うん、で日芸に入るのは大変ですよね。 なんか上から聞きました。<laughs> いやいやいや、やっぱ、はい、そうそうです映画関係に携わりたいと思って日芸の映画学部に入ったんですか。そうですね。本当は、うん、あのお芝居をしたいなと思って、ううあの日大の芸術学部に入ったんですけど、うんうん、本当このお話を聞いて、うんはい、もうこの映画の宣伝部のお仕事は本当今後私の最大の武器になるなと思いまして、はい、もう一生懸命やりたいと思います。今回が一発目ですよね。 日芸に入って、え前かがみお願いしますとか、お尻お願いします。どうでしたか。<laughs> か今までは大学ではなかったですけど。はい。まあ大学ではないでしょうね、<laughs> そういうことは。でも、あのこのお仕事は多分大学の先生も喜ぶんじゃないかな、うん。おお、じゃ早速報告してだて。本当に思います。はい。では今後の意気込みをお願いします。清水さん。 えっと普段もやっぱりこう大学が大学なので、うん、<laughs> 映画はすごく好きなのでいいんですけど、はいうん、映画館に一人で見に行ったり家で DVD を見たりとかするのも好きで短観系から昔の映画なども本当に好きなのでそういったことも生かして頑張ってていいいきたいと思いますなるほど、はい、さてこの辺で,です、ね、今回の映画「このアイ・フランケンシュタイン」についても聞きたいんですけれども。 さあ、あの皆さんにお聞きしますね今作この「イ・フランケンシュタイン」を見て率直な感想をお願いします <laughs> 高崎さんからはい、えー、と私はこの映画を見てあのフランケンシュタインが200年経った現在でも生きているというテーマにすごく面白くて興味を引かれましたあのフランケンシュタインって言われるとあの原作を思い浮かぶと思うんですけど <laughs> あのネジが首に刺さっていたりとか、うん、あとは怖かったりとか顔が四角だったりとか、うん、そういうのをイメージするんですけど、うん、今回の映画は全然そういうのがなくてすごい人間味ああふれるフランケンンケシュタインが登場しましまた、あのー、アクションシーンを見たんですけどすっごい速かったんですよ動きが動きも速いですしあとなんでこんなに速いのかなってじっくり見てみたら服装が。 あのジーパンにパーカーで、うん、戦ってたんですよ。うん、なので、イメージするフランケンシュタインとは、もう全くかけ離れた。あの映画だったので、いい意味でこう期待を裏切られたというか、もう素晴らしい映画だなと思いました。うん、なるほど。さあ、倉本さん、いかがでしょうか。はい、天使軍と悪魔軍の全面戦争という中二病心を。ぐっとくすぐられるような設定に、かなり興奮しましたね。 私は小学校の時とかに自分の中には天使と打天使の人格があると思い込んでたぐらい<ー>そういうちょっと痛々しい子だったんで。<laughs> のが好きなな方はかなりドハマリする作品だと思いますその高塩ちゃんも言ってた通りアクションシーンが大迫力で CG もかっこよくてそれ天使の場合は殺されるとその光に包まれて天に昇って悪魔の場合は殺されると炎に包まれて地獄に落ちるっていうその設定があるのでそのアクションシーンもその普通の普通のとか人間対人間の血みどろっていう感じじゃなくてその天使と悪魔の,そのファンタジー感が すごく表現されたかっこいいアクションシーンになってるのでそのキレキレのアクションシーンにぜひご注目ください。そうですね。